www.videonews.com。話は出てこないそのデュープロセスブローっていうね、あの、すごく要するに適正手続きが裁判で本日は映画監督で、刑事司法改革を議論している、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会の委員も務められた、須尾正之さんに、目黒のスタジオまでおいていただきました。須尾監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。須尾さんには実は以前にもあの丸劇の本編にも出ていただいて、まあ、同じテーマであのお話を伺っているんですが、今回、まあ、今週あそこで議題となった、まあ、その、審議会特別部会のまあ、これは最終答申ということですか、が出たということでしたので、あの、まあ、それを受けてちょっとあのその後の話、それから、まあ、その時にはちょっとお話しできにくかったこともあるかなと思ったので、改めてあの今日お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、ごめんなさい、この法制審議会 の, あのいわゆる特別部会、新時代の、はい、刑事司法制度特別部会というのは、これあの最終答申を今週出して、それでもう終わりですか？あの部会そのものはないですね。ただこれで法制審の親会っていうか、まあ、これは特別部会で、まあ、いわゆる親会の方行ってこれが承認されて、そうすればまあ多分早くやるでしょうから、来春4月の国会に提案されるっていう、まあ、具体的な法改正プロセスに入るということですね。なるほど。まあ、今回のその法制審議会ですね、特にまあ、司法制度、刑事司法制度を議論するっていうね、結構重いあの、はい、審議会ですけど、監督ご自身はこういうその政府のなんかこう有識者会議とかっていうのは経験はあったんですか？いや、初めてです。初めてです、うん、どんな経験でした？その今回の特別部会3年もやられたわけですよね。そうですね、3年間ね、はい、あのとにかく言葉がこう届かないとか、うん、逆に言うと素通りしてるんじゃないかとか、うん、あと完璧に跳ね返されるとか、そういうことが多かったんですね。でそれをこうずっと振り返って流れを考えると、やっぱりその前提としていることが違う。前提が違う。違いますね。あの例えばこの審議会はあの村木さんの事件がきっかけとなった、あのまあ検察の在り方検討会議、それから受けて、要するにそのそういったご飯冤罪を防止するという目的で開かれた会議にもであるにもかかわらず、タイトルが新しい時代の、途中から新時代のなんかそういう話になってきた。新時代の刑事司法制度、はいはい、そういう正式なタイトルは新時代の刑事司法制度特別部会。そうですね。そうなんですよ、はい、で新時代っていうふうに、はい、冤罪を防ぐが新時代に置き換わってるんですね、はいはい、ということで、だから実は取り調べの録音録画とか証拠開示以外に、やっぱり司法取引であるとか、はい、通信傍受の拡大っていうのがこう同時に話し合われる、なんか権限の拡大が話し合われたね。要するに、うん、実は前提って用意してたんだなっていうのを、うん、あの話し合いの中ですごくよく分かりました。だから実はこのタイトル自体にも噛みつかなきゃいけなかったんじゃないかっていう反省はあります、うん、なるほど。要するに、まあ、出発点を微妙にこう何ていうんですか、ずらされてるっていうか、うん、目的をちょっとずらされてスタートしてるんだなっていうのを途中で気がついて、これは浅はかだったなと思いました。いや、振り返ってみると、これまあ最終答申を見るとね、まあちょっと可視化の部分については非常に限られた、はい、まあ、2% 程度の事件だけを対象にしたり、はい、あるいはまあ検察の権限でやめることができるとか、はい、いろいろとまあかなり限定的なもの、はい、で、まあ、そこに本来であれば一番あの今回の趣旨があると思ってたんだけど、はい、そこはまあじゃあ 2% とかで、はい、気がついたら盗聴権限の拡大や司法取引、はい、等々が入ってきたっていうのは、これ我々の印象としてはなんか途中からね、それがなんかこうねじ込まれてきたのかなみたいな印象だったんだけど、やはり今振り返るともう前提ですよね。この会議のタイトルがそうでしょうって、これを見て、あのこれから新時代の刑事司法制度って言われた時に、そこに冤罪とかご飯だなんていうことをイメージできますかね。それは流れを知ってる人は勝手にそう思い込んでるだけで、実は振り返ってこの審議会のタイトルを見た瞬間に、そんなことを多分後世の人は考えないと思うんですよね。そうですね、まあ、事件との兼ね合いとかも忘れますからね、その時に生きてない人はね。だから実は僕らはそういう流れの中でこの部会に入っていってるので、こういうタイトルをつけられていても、当然それは検察の不祥事をきっかけとしたもので、ご飯冤罪を防ぐための制度を改革をするんだっていうふうに勝手に思ってるだけなんだなっていうのもね、あ、こういうのがお役所のやり方なのかっていうのを途中で気がつきました、ね、やっぱ途中で気づいたということですか？はい、途中ですね。それはね、あの取りまとめ、
中間の取りまとめで、はい、まあ、基本方針みたいなのがあった時に、要するに今までの密室での取り調べっていうものが、要するにある一定の真相解明にある一定の役割を果たしてきて国民の信頼を得てきたっていうふうに書いてあるわけですよね。ちょっと待ってくれと、そういうふうに思ってたのが、いろいろな事件の結果、それそういう真相解明を果たしていなかったんじゃないのかっていう疑問が生まれてこういうことになってるのに、あ、その部会の中の取りまとめではっきりと警察検察がやってきたことは良かったんだっていう、そういうこう、そういうふうに読める文章をきちっと用意してるわけですね。あれは多分警察検察の、まあ、顔色を伺ったっていう言い方は変なんですけど、やっぱりそうじゃないと警察はこの会議にの土俵に上がらないっていうことなのかなと、まあ、そういう気の使い方を法務省でしていて、そういうある一定のなんていうか役割を果たして国民の信頼を得てきたっていうふうにやっぱりまとめてるんだなと思って、これは違うなっていう。でかなりあの時反発出たんですね実際で。一度取りまとめがあったものがすぐ修正されたんですけど、でもやっぱりその修正の幅は警察から反対が起きないようなやっぱ修正の幅になってるっていうのは、あ、そういうやっぱり性格の会議だっていうのははっきり分かりましたね。あのちょっと中身の話聞く前に、せっかく今その大きな話が出たのでね、あの次に伺っちゃうと、はい、あのこれの答申を受けた記者会見、日付的に一昨日になりますけども、はい、丸木さんらと一緒に須藤さんあの会見やられて、これは質問したのは私だったんですけど、はい、これが民主主義なんだというふうに、はい、いうふうなおっしゃり方をされた、あれはあのどういう意味だったんですか。あのこれもだから本当は個別具体的な話を していただくと余計分かりやすいと思うんですけど、要するにその最後の最後でこれひっくり返すこと可能だったんですよ、はい、この会議自体を、はい、で最後はまあ取引のようなもので、あ、今駆け引きって言った方がいいのかな、これをひっくり返すことと通すことの両方を考えた時に、ひっくり返すというのは拒絶するって意味ですね。そうするとあの会議は分裂したんです、うん、であの僕らがもっと広い範囲での可視化であったり、あの通信傍受の拡大をもっと抑えるっていう方向に行くと、これ警察が席を立つで、警察は何も変わらないのが実は一番いい、うん、そうするとで警察はできたら誰かが席を立ったのを見て私たちもやってられないってやりたいだろうと思った。自分たちが席を立てばそれは批判されるが、という意味でそこをぐっとこらえなければいけない。でぐっとこらえたところで一体今まで話し合ってきた中で自分たちの言葉をどこまで彼らに突きつけることができるか、その具合をやっぱり考えた時にやっぱり少ししか変わっていかないんだなと。でこれあの話のわからない相手だからそんなの関係ないっつってあの何かを決めるっていうことではなくて、やっぱり民主主義って言葉がさっき言ったように言葉が届かないとか素通りするとか跳ね返されてもそれでも言葉を尽くして今よりもより一歩でも進めるようなっていうことをやっていくよりしょうがないんじゃないか。でこれだから逆に言うとひっくり返した時に違う土俵を誰が用意できるか、でそれ考えた時にですね、これはああやってこの日本の、まあ、こういう仕組みの中で法務省というものがあって、その法務省が法改正のためにこういう場を用意した、でその中で戦う以外に現状戦うものが戦う場所がないんですよね。だとするとこの場所で自分たちがとにかくあの わけも分からず自分たちを守り抜こうとしている人たちに対してやっぱり少しでもこっちの、改革案をこう飲ませるっていう、そういう戦い、そのために言葉をそのためには言葉を尽くすしかないんだなって、やっぱ結局それは今の日本の仕組みの中で僕らが制度改革していけるためのやっぱり この場の言葉しかないって思った時にひっくり返すよりは少しでもこの制度を崩すような、今の仕組みを崩すようなくさびを打てないのかっていうことだったんですね。でそういうなんていうんですか、手間がかかるというかもどかしくてもどかしくてしょうがないわけですよ。そうですね、これだけ時間かけてこれだけか、うん、3年かけてね、不祥事を受けてできた委員会で3年かけて、そうです、はい、でこれだけなんですよ、はい、でもそれが
民主主義でこの手続き嫌だっつった瞬間、うん、それは自分たちで民主主義を放棄することで、で僕が思ったのはこれ出ましたけどこれに対する批判があるわけですよね。批判ってこの土俵以外からの批判によってももっと立体的にこの法案は見えてくるはずなんですよ。でそれを警察検察裁判所がやっぱりどう見るか、でそれも含めて民主主義だろうと思ったので、ここでひっくり返してまた何年か経つのか、それよりもここで最低限自分たちが納得できる、まあ、ここは決まったからなんとかなるだろうっていうところでもやっぱり成立させておいた方が、具体的なものに対する社会からの批判、多くの人の声で、そういう声はですね裁判所に届く。それはあの裁判官と話をしていてよく分かったんですけど、彼らほど社会の声に実は敏感な人がいないんで、そういう意味では早く具体化してそれに対する批判の声を浴びた方がいいだろうと。で、あのもちろんそういう批判を僕らも覚悟してっていうか、当然その批判に近いことは会議を通してずっと言い続けてきてたわけですから、その上で、飲んだで、そこには僕らなりの理由があったので、まあ、それはこれから説明していかないといけないだろうなと思います、うん、なるほど。あの会見で須藤さんもそれから、まあ、村木さんがしきりに強調していたこと、それからあの5人のね、まあ、非放送関係者 の方々が出した声明にも入ってましたけど、方向性としてはあの一歩か、あるいは 0.1 歩かもしれないけど、方向性としてはより可視化を広げていくという方向に行くべきであるということが共有されたという、その方向性をしきりと強調されていた。これはあの巻き惜しみとかじゃなくて、本当に方向性はそっちの方に向かったというふうに考えていいんですか？こういうふうに言うと多分抽象的で分かりにくいと思う。実はあの最高検があのついこの間、要するに秋から自分たちは取り調べを拡大、はい、録音録画を拡大して、はいはい、いや積極的にやっていくんだと、はい、でそれと合わせてこの法制審の部会の、答案を考え、答申を考えてくれっていうようなムードになったわけですよね。その時僕一番怖かったのは、実はあの最高検のあれにはさまざまな録音録画の方法って書いてある、うん、特に部分可視化ってやつですよね。そうね、はい、で実はこの部会で散々部分可視化と全過程の可視化は話し合われていて、部分可視化は絶対ありえないんだと。だから裁判員裁判対象事件という非常に狭い範囲だけど、あれ全過程なんですよ。全過程ですね、はい、一応例外あるとしても全過程なんですよ。それが可視化の方向性、僕らが言う可視化の方向性なんですよ。でこれをね、じゃあこれが範囲が狭いからってほったらかしちゃうと、実は警察も検察も自分たちの好きなような録音の、録音録画ができるんですよ。で何の 法制度、要するに法律としてこういうものが録音、取り調べ録音録画なんだっていう、そういうものがない中で警察と検察が自分たちのやりたいような録音録画を使って、それが法廷できちんと、裁判所の要するに承認を受けて、だからその警察検察裁判所による新たなっていう言い方じゃない、彼らによる録音録画制度が作られてしまうのが一番嫌だったんですよ。だから録音録画はどういうものであるべきだと、範囲は狭くてもそのひな型は法律として作ってしまえば、このやり方をあからさまに無視はできなくなるはずだ。もう文化化でいくのは難しいですよね、彼が出ればね、うん、そこなんですよ、僕らが言ってた方向性っていうのは、うんうん、録音録画をするってことは全過程、その取調室に入った瞬間から出ていくまで全てを録音録画するものだ、それが取り調べの適正化につながり聴取の任意性信用性判断にもつながるんだっていうところをとにかく決めたかったんですよ。だから逆に言うと決めさせ、この法案を決めさせられたっていう見方によってはそういうことなんですけど、僕はそれを決めさせられたとしても検察に好きなような録音録画をさせるより、っていうかさせないために、させないためにね、僕らは飲んだ、うん、まあ、それが僕がこの法案を飲んだ理由ですよ。なるほど、よくわかりました。まあ、部分可視化っていうのは可視化ってついてるけど、結局は自分たちに有利になる、まあ、要するに武器としての可視化で、要するに任意性の証明の裏付けに使ったりとかはするけれど、録音されてないところで何やってるかが全く分かんないっていうひどいものですから、はい、それは当然僕も正しかったと思います。ただね先生ね、監督ね、ここでどうしても聞いとかなきゃいけないことなんだけど、まあ、言葉が届かなかったとか跳ね返されたという話もさっきされてるんだけど、はい、おっしゃったように今回は、まあまず検察不祥事あるいは刑事司法過程でのいろいろな冤罪っていうのは、はい、
村木さん事件だけじゃなくて、まあ、続いてきたわけですよね。ついこの間も袴田さん、まあ、これは最新段階ですけども、まあ、ああいうこともあったし、あの、まあ、本当にずっと足利事件を含めてずっと続いてきていると。それから実はあの須藤さんの会見の直前にあの遠隔操作あのウイルス事件 の、 あ、はい、あの佐藤弁護士らの会見があったんだけど、あれも、まあ、事件そのものはねちょっとあの予想外の展開になったかもしれないけど、あれも4人の5人逮捕のうち2人が自白、はい、やってないのに自白をしてるっていう事件なんですよね、はい、でもね、だからどう考えても今の刑事法、まあ、国連 の、 その拷問あの禁止委員会で中世と言われるようなものであるっていうことまで出てきていて、でそれを受けてこの委員会議論していたと。そこでね、例えば可視化について、これまだ可視化段階で、本来であれば弁護士の立ち会いとかも、はい、もう何段も上がある、僕あると思うんですけどもね、外国の常識では弁護士立ち会えないで日本被疑者だけ警察 にあの囲まれてるっていうのが信じられないって皆さん言うわけですからね。でもその中で、その例えばじゃあ須藤さんや村木さんがまあ全面可視化、それから事件ももう全事件、はい、あるいは全事件が物理的に不可能であれば、まあ、もうちょっと幅広いものじゃないとおかしいっていうのは当然の主張なのに、はい、それをね、まあ、放送関係者という、まあ、今回あの26人中19人がまあ一応 そのそちら側の利害当事者だったということなんですけど、の方々がでもまあ一応皆さんね、それなりに地位もあって名もあって、まあおそらく頭のいい方々なわけですよ。その方々がね、どういう論理でいやいやそんな可視化はしなくていいんだ、あるいはやったらいけないんだ、できないんだっていうことをですね、正々堂々と真顔で主張されたのかと、その時にそれを見て須藤さんどう思われました？あのものすごく象徴的だったのは、あの取り調べの録音録画をしたら、あこれ警察関係者の方ですけど、取り調べの録音録画をしたら今までのような取り調べができなくなる、だからダメだって言われた時に、うん、この人は一体何を言ってるんだろうって思わず僕すぐ手を挙げて、そういう反論の仕方をする機会がなんか少ないんですけど、その時本当にすぐ手を挙げて、そういう今までの取り調べをできなくするために新たな制度を考えましょうと言っているのに、それはとんでもない話だというのを言ったんですけど、それで終わるんですよね。だからそれは僕がさっき言ったように言葉が通り抜けていくような感じです。で、あとはその PC 遠隔操作事件について4人のうちの2人の虚偽自白をしたということについて、一弁連の方から議員の方がその事件を取り上げて言ったら、それに対する警察関係者の答えが、そもそもこの会議で実際の事件をどうこう言うことはふさわしいとは思いませんがって言ったんですよ。だからさっき言ったようにこの会議のタイトルにあるように、現実に起きている誤判とか、まあ、冤罪っていうものを客観的に見て、まあ、批判的に見てその新しいものを考えようっていうふうにはやっぱり警察検察の人は捉えないんですよね。あのだからこれからの、もっといい取り調べ方法とかっていう、それは自分たちが今までやってきたものにプラスできるものっていう考えで、その土台を疑うってことがない。でそれを言い続けてるわけです。僕らがでそういうことに対して批判をしてもそれは素通りしていくんですよ。ずっと会議だから、会議で意見っていうのはこう激しく交わって何か論争があったっていう感じじゃないんですよ。反論してくるわけじゃないんですよね。そういうこと彼らは一方的に言い続けてるそのことを、うんうんうん、僕にいくらそう言われたって次また言わればあの取り調べに支障が出るから録音録画はあの要するに真相解明にとって大きな障害になるんだって言うんですよ。だからそれは中間取りまとめであった密室での取り調べは真相解明に大きな役割を果たしてきたっていうものにつながってるわけですね。それが土台にあるので、彼らにとっての録音録画っていうのはもうみんなが言ってるから話し合いはしてますけど、そんなことやったっていいことないんです、うん、っていうのが、それを言い続けてるだけです。だから僕らの批判に応えることではなくて、それは通り過ぎて、まあ本当に右から左へ聞き流して自分たちの言い分を言い続ける、うん、でさっきおっしゃったようにこれ多勢に無勢で、うん、法務省が用意した土俵ですから、もちろんその大きな変革が成立するようなメンバーは選んでないんですよね、うん、まあ、本来法務大臣が選んでいることになっているので本当はそれではいけないんですけどね。法務大臣というのはまあ間接的に我々が選んでいる人ですからね。これ民主党政権でそもそもできているということですよね。それもちょっと大事なことですね。江田さんの時ですね。ただね、ちょっと それは今の、 あの、まあ、素通りしていくという話をどうしても伺いたいんだけどね、まあ、須藤さん映画監督なので、あのぜひその観察、どういうふうに観察されたかを見たいんだけども、それが素通りしていく彼らの
そのメンタリティっていうのか論理っていうのは蘇さんどう言いました、つまり都合が悪いから分かってるけど、本当は実はもう蘇さんの言ってるの十分分かってると、理解もしてるし、そもそもこの会がそういう趣旨でできたっていうことも本音では知ってる、でもそれを認めてしまったら自分たちの、まあ、ここも伺いたいけど、まあ、既得権益とか今までの仕事の仕方がしにくくなるとかっていうことで、もうあの要するに猫がなんかこう見たくないものを見ないで横見てるみたいな、そういうことで無視をしているのかね、それとも本当にもう全く頭がもう固くなっていて、あの別にそのふりをしてるんじゃなくて本当に捜査の言ってることが分かんないんだと、そういうふうに考えるマインド自体がないからそういうふうな反応に なっているのかっていうのは、そこはまあ3年もやられたのでね、 ある程度セオリーがもうあるんじゃないかと、どうですか、そこはどう思われました。いやもう僕ずっと考え続けてたんですよ、うん、でこの人たち最初は本当にとぼけてるだけだと思ってたんですよ、うん、で全部分かってんだけど、うん、そんなことやっちゃったら警察も維持できないって思ってんじゃないかと思ったんですけど、ある時にこれすごい警察関係者なんですけど、取り調べ室でマイクを突きつけ、カメラを突きつけ、誰が本当のことを言いますかって言った人がいたんですよね。でもしかしたら本当に彼らは録音録画っていうものがされた瞬間に誰も何も喋らなくなるとか、いいことしか言わなくなるって本当に信じてるのかもしれないっていうのはあった。ただ警察にも検察にもやっぱりこれは長くやってきて分かるんですけど、これをきっかけに改革したいって思ってた人は いたんじゃないかと、逆に改革させたくないっていう人も確かにいるんですよね。で、あの組織の中でもそういうせめぎ合いはあるんじゃないのか。で、実は録音録画の警察における範囲の問題なんですけど、僕らにとっては裁判員裁判っていうのは全事件の 2% 程度、すごく少ないと思ってるんですよね。ところが警察関係者にとってはこれだすごい恐怖じゃないかと、要するに無期懲役とか死刑求刑がある事件、重いものですよね基本的に、ね、それを全部録音録画しなければいけないっていう、そういう取り調べが明日から始まるとした時にどうしたらいいんだろうっていう戸惑いは、っていうかもう絶望的な思いなんじゃないですか。これからやっぱり彼らは必死に録音録画がある中でどういう取り調べをしていくかを考えなきゃいけないんですけど、それこそ警察が一歩も進めなくなるような事態をこの数少ない録音録画でもすごく恐れてるんじゃないか、まあ、それも実はここで決めた方がいいって思った理由の一つなんですけど、僕らが考えている以上に彼らは録音録画を脅威に思ってるんじゃないか、それを自分たちにプラスであるとかそういうところまでまだ考えきれないんじゃないか、でこれがね、例えば全事件になるとどんな警察署の取調室にも録音録画設備が整うわけですよね、はい、まあそれは物理的な問題があってすぐにはできないかもしれないけど、もしあった時に本当にこれだけの人数の取り調べ官が全て録音録画に対応した取り調べを本当にできるのかと幹部が考えた時にできるわけないって思うでしょ。だって警察に入ってから密室でどうやって自白を取るかっていう取り調べ技術しか教えてこなかったんですよ。そういう人たちに明日からさあ録音録画ですって言って取り調べ室を開放した瞬間何が起こるのかっていうのはやっぱ幹部は恐れてるんじゃないか、だからそういう抵抗もあると思うんですよね。だからそれは言えないですよね、なかなかそんなことできると思いますかなんてなかなか言えない。だから物理的に無理だとかって言うけど、僕は実は人的能力に対する恐怖っていう、だってそういう教育してきてないんですもん。ってことはまあ 2% の事件でもだんだんそれを経験する人っていうのは増えてくることにはなるわけですね。まあ手始めにね、とりあえず 2% でもね、はい、うん、これはもう多分エキスパートを最初は作るんだと思うんですよね、うん、録音録画に耐えるような質問ができる人、うん、まあそういう多分なんか研修とかもすると思います。やんないとダメでしょうね、おそらくね、組織ですからね、うんうんうん、ただね、そこでじゃあまあ彼らは本当に録音録画をすると大変なことになると思ってた部分はじゃあまあそうだとしてね、はい、もう一つでもじゃあそこでそのまあ反対する理由としてね、もう一つその動機のところをどう観察されたかを伺いたいんだけど、それはそうすることによってそれこそその社会のね治安が悪くなる、要するに犯罪者が今までだったら捕まえられたやつが捕まえられなくなったりして、まあ一応警察っていう警察権力というものと、まあ犯罪っていうのは一応こうある種のその、緊張関係にあるわけですよね。で警察の方がそれでまあ自分たちが自信がないからだけど弱まると、彼らが考えると、はい、弱まれば逆にこっちが相対的に強まるというようなことから来る、はい、ある種その正義感的なね
もの、つまりもう社会を守ってるのは俺らなんだというような正義感的なものとね、一方でやっぱりいろんなやり取り見たり文章を見るとですね、どうもなんかそんな綺麗な話ではなくて、まあ、さっきもちょっと出てきたけど、ある種自分たちの権限とか権益とかね、そういうものを守ろうとしているだけのようにも見えなくもないところがあると。でそこもちょっと微妙な線はっきり引けるものかどうか分かりませんけど、曽さんやっぱり3年間見てきて、その背後にある動機というのはどう見ましたか？でもまずそれは、まあ、本当にそう思っているかどうか分からないですけど、その自分たちが治安を守ってきたんだっていう誇りっていうんですか、それはすごく強いです。そこは絶対にこう譲れない。だから要するに例えば世界のいろんな捜査の仕方とか、まあ、こういう司法制度を見てきても、彼らが言うのはどうしてそんなに治安の悪い国の制度を日本が真似しなきゃいけないんだと。これだけ治安のいい国を作り上げた自分たちの実績っていうものをやっぱ無視されちゃ困るっていうのはものすごく強く感じました。だから信じてるんだと思います。そんなことしたら治安は悪くなる、でも多分悪くならないって僕は思ってるんですね。で日本の治安がいいっていうのは日本の警察検察が飛び抜けて優れてるからというよりは、やっぱりそれは日本っていう国のなんていうんですか、特質っていう、日本人の特質っていうんですか、そういうことにも大きく影響していることで、一体何が良くてこれほど世界に比べて治安がいいのかなんていうのは、僕は警察の力だけでは絶対ないと思うし、彼らが今考えている治安の守り方っていうのは今まで彼らがやってきた守り方で守ってるもので、これが変わると彼らは崩れると思ってるんですけど、もう全然違うやり方はあるはずだっていうふうに僕は信じてるので、それは彼らは少しその心配をしすぎてるっていうか、今までのやり方に自信を持ちすぎてるっていうんですかね、そういう気はします。だから彼らが本当に治安悪くなるって言ってるのは本気で言ってるんだと思うんですよ、あらゆる意味でね。どうしていいかきっと分かんなくなるから。面白いですね。今までのやり方にはちょっと過度な自信を持ってるのに、捜査権限がちょっとでもそれによって、まあ、可視化とかが進むと突然自分たちがダメになるってこと、今度自信がないっていうところがちょうど裏表にあるっていうことですね。そうですね。今回僕らからすると途中から なぜか捜査権限の拡大の話っていうのが出てきた、特に最初盗聴法の対象事件の拡大っていうのが出てきて、はい、でまあ、僕らは実は1999年に盗聴法、最初 の盗聴法の審議の時に、まあ、もういろんな議論があっていろんな反対があって、今回も実はあれと集団的自衛権で言っていて、公明党が最後に修正案に乗ったんで通ることになったっていうような経緯が実はあって、はいはい、でその時にいろいろと課せられたものっていうのが今回実はこの審議会で随分解除されちゃったっていうところがあるんですね、はい、それは実は対象事件だけじゃなくて実際の報告義務のところなんかにも若干そういう議論されたものが結構なんだ今回スーッと通っちゃってるじゃんっていうのがいくつかあったんですけど、うん、ただね盗聴法それからまあ司法取引も含めてで結構なんだけども、要するに捜査権限の拡大をするっていう話が出てきた時っていうのはまあ、今にしてみれば会員のタイトルからしてそういうつもりだったってことに振り返ればなるかもしれないけど、当時のその、部会の中ではそれに対して対する違和感とか反対論っていうのは最初出なかったんですか？いや、ありましたよ、当然、当然あって、要するにその取締役の録音録画の範囲がなるべく狭く狭くっていう中で、今度は捜査その取締役の録音録画によって、まあ、要するにいろんな証拠が集めにくくなるから他 の要するに捜査法手法をよこせっていう話だったのに、取締役の録音録画はすごい狭い範囲で他の捜査手法をよこせってなんだっていう、そのバランスの悪さについてはかなり反発あったんですけど、それは 5人以外からもそういう意見が出たんですか？それは日弁連は日弁連も出てました、ただね、僕が、まず最初、司法取引について言うとですね、実は今でもやってるはずなんです、やってるんですよね、はいはい、でそれがこう見えなくなっていて、で僕が議論の中で裁判所が言ったことに、まあ、その言葉を聞いて、むしろですね、裁判官何言ったかっていうと、当然そういう取引があったものについての要するに、そのまあ証言者の言葉というのは非常にマイナス方向で聞かざるを得なくなります、自分が見返り利益を得るからその証言をしてるんだということで、その証言の重みっていうのは低くなりますっていうふうに裁判官はおっしゃったんですね。そうすると今
取調室の中で司法取引が行われているかどうかわからない中の証言については裁判官は普通の証人の言葉と同じように聞いてたんだと、はい、今度は逆に注意しなきゃいけないっていう方向で働く可能性もあるんだと、だとすると、であともう一つあったのは、これは会議の席ではおっぴらには言いませんでしたが、あの反対の理由は要するに弁護士が入るといっても、弁護士が入るときには司法取引の要するにもう約束というか、被疑者と、まあ、取り調べ官の間でできて、そこに弁護士が入ってくるわけですね、はいはい、そのじゃあ弁護士が入る前を何もわからないっていうのと、それはまずいから、そこの部分も録音録画すべきだって僕は言ったんですね。でこれは本当にそうで、多分これから司法取引の争いが生じたときに、弁護士が入ってるんだから大丈夫だじゃなくて、当然弁護士が入る前の取り調べがどうだったかは絶対論争になると思うんですよ。だとするとそこに録音録画の必要性っていうのは絶対裁判所は感じるんじゃないのか。そういう意味で、あの司法取引、あの要するに重大事件は、あの要するに例えば殺人犯とかそういうのは除かれてるわけですね今回。それはやっぱり被害者の心情っていうものがあるので、そういうふうになってるんですけど、あの例えば経済事件とかそういうものの中でこの争いが起きた時に、僕はもっともっとその取り調べの得た供述に対するこう注意力は高まるんじゃないのか。で今のように全く隠れた場所で行われているよりは、だって夜会事件だってなんだって言ってみれば、あの司法取引があったから引っ張り込みになってるわけですよね。だとするなら今度は堂々と、あの私は自分の罪を軽くするために証言してますっていうふうに分かるわけですよね。それはそんなに大きなマイナスにならないような気がしたんですね。なるほど、うん、そこであの、まあ、今現実に司法取引がね、まあ、行われて、まあ、おっしゃる通りなわけですよね。であの、まあ、軽くしてやるから喋れももちろんあるけれども、なんか別の事件で引っ張ってこっちを目に見てやるから、はい、あいつに対して不利なこと、あの、はい、佐藤栄作福島県知事なんかはね、はい、その関係者が公職選挙法で引っ張られて、でその佐藤の、まあ、要するに収賄を裏付けるような証言をするんだったらこっちを目に見てやるみたいなことも、まあ、これも取引なわけですよね。ただ全部それ密室の中なわけです。ただその日本で今現実に司法取引があるっていうことの理由として、まあ、本来その放送関係者専門家からするとね、日本の検察の特異性としては控訴権の独占っていう問題が実はあるっていうのはある種常識として分かっていたはず で、はい、 でそれがあるからできているんで、まずそっちを何とかしようという話が最初にあった上で、取引運っていうのはまた別の話かと思ったんですが、そこは逆にね、専門家がいるんだから、あの専門家っていうのは、まあ原発の時も同じ話ありましたけど、まあ利害当事者がどうしても入ってくるのでなかなか難しいんで、その代わり専門の世界でちゃんと問題となっていることは問題となるだろうっていう期待感があったりもしたんですけど、そこはどうしてそっち、まあ、まずそっちに行かなかったんですかって話と、それはどういうふうにそこのところはその議論は、あの、なんていうんですか、止められたんですか。警察の、検察の権限がそもそも大きすぎるじゃないかっていう話ですね。そんな大きな話できないですね。あの、要するにそもそも論になってしまいますよね。あそこはやっぱそもそも論をする場ではないっていうのがあって、だから他の問題でもいっぱいありましたよ。手続き二分とかね、あの要するに今日本の裁判は裁判員裁判もそうですけど、有罪無罪のほかに量刑まで判断しますよ、ね、はいはい、そうじゃなくて裁判というのはまず有罪無罪の判断があって、その次にじゃあ量刑どうしますかって手続きを2つに分ける、はい、これは出たんですよ、はい、会議の中で出ました。で僕も散々そういう話をして、でなんかあのそういうことを やっていかないと結局、まあ、量刑だなんて曖昧なものだしね、やっぱ特別なものとして扱うべきだっていうのがあったんですけど、まあ、それはそういう大きなことを話し合う会議ではないんだと。もうそうです。だから検察の力が強すぎるなんて話はその誰の頭にもない、そういう話をする場ではないっていうのがあったと。でなおかつ法律の専門家、まあ、学者もあそこの会に加わってますけど、やっぱりその学者もそのあの場を収めるっていうことにばかり心があって、あのそういった極めて重要な問題、大論争が巻き起こそうなところは、まあ、上手に下げて、例えば言い方によってはここでそんな進学論争される気ですかと、これはあの要するに取り調べ受任義務があるのかないのかっていう話でね、人質証の話で取り調べ受任義務があるのかないのか、弁護士は当然ない、それは憲法だよ
要するに黙秘権があるんだ、はい、当然ないだろう、はいはい、でも実は受任義務、要するにそこにとどまる、ある一定の時間とどまる義務があるんだとか、いろいろこう 法律の世界では論争があるわけですよね、はい、だそこをする場ですかと。そんなことやったらこの会議何も決まりませんよっていうのが学者から出されたりするっていう意味で、あのそもそも論は一切できない場でしたね。あの全面的職会議だってそうですからね、僕が言われたのは。もうこれ解決済みですと言われて、一言も言うなっていう形で始まったから、それでちょっと切れて、あの30分かけて反論したんですよね。でも結局はそこもその一覧リストしか出ないっていう話、通過してきました、僕のことも見事に。もうそれで最初からっていうのはどういう意味なんですか。それはもうここに議論する場合じゃないけど、要するに、裁判のための司法改革の時に、要するに証拠の事前一括全面証拠開示はないんだという結論に達してるんだと、で国会でも認められて今の、証拠開示の制度が新しくできたんだから、まあ、公判前夜はやってるってことですね。そうそう、はいはい、ここでそれについて蒸し返す気ですかって言われたわけですよ。でもね、蒸し返すって言うけど、今回司法取引の話が出た時に、司法取引の大前提が証拠内容がわからないと、持ってないものを持ってるように言われて取引を持ちかけられるわけじゃないですか。だからまあ証拠取引を出すんだったらもう一回それはやらないとダメじゃないかっていう話になるのかなと思ったら、そこは最終投資もそのままでしたね。そうですね。あ、そもうそんなものをあれですか、その問題をやっぱり持ち出せるような場ではなかったということですか。っていうかね、うん、そのなんていうんですかね、そこの議論に行き着く前が、うん、あまりにもレベルが低くて、例えばあの弁護士の立ち会い権も最初の方に出たんです、はいはい、でその議論を聞いていて、僕はあ100年経ってもこの国では弁護士の立ち会いってないだろうと。なんでかっていうと、警察も検察も被害者代表の方も取り調べに弁護士が立ち会ったら誰も何も言わなくなると、弁護士にそそのかされて嘘を言うようになるっていうふうに意見を言う人がいるわけですよね。もうそれを聞いて本当に驚いて、あこの国でそういう当たり前のことを作り上げていくにはどうしたらいいんだろうって、もう裁判とはどういうものかとか、弁護とはどういうものかとか、そこから本当に叩いていかないと議論にすらならないんだなっていうのは感じましたね。うん、基本問題特別部会みたいなの作んなきゃいけないってことですね。本当ですよね。恐ろしかったですね。あの弁護士、要するに弁護士がそこにいる、要するに録音録画されるだけでも人は何も喋らなくなるって言えば、弁護士なんかいたらもっと余計でしょうと、嘘まで弁護士にそそのかされて嘘まで言うみたいな勢いで言われちゃうわけですよね。これにはやっぱりちょっと驚きましたね。こういうの公の会議で堂々と言われる意見なのかと思うと、あまりに司法に対するこうなんていうんですかね、理解の浅さというか、考え方の浅さに愕然として、うん、しかもそれも本気で言ってると見れるわけですね。そんなためにしてる言ってるんじゃなくて、本気でそう思ってるということですね、はいはい、うん、だから悪いやつらなんだから嘘つきだっていう、例えば全面証拠開示の反対する一番大きな理由が、全ての証拠をね事前に被告人に見せたら全ての証拠に矛盾しない言い訳を考えるからダメだ、そういう被告人は悪いやつで嘘つきだから、そんなやつに証拠は見せられないっていうことを堂々と言ってるわけですよね。よくすごいことを言うなと思うんだけど、それだけで僕なんかだと大騒ぎっていうか、だって無罪推定じゃなかったんだって。実はそこをね、お伺いしたかったんですよ。結局ね、まあ、確かにその刑事事件の関係者っていうのは、まあ、いわゆる犯罪者とか悪いことする人 99% する人とやり取りしてるわけだから 99.99 かもしれないけどね。だから、まあ、もうありもしないような言い訳をいろいろ考えたりですね、まあ、デタラメなこと言ったりするのをもう日々その直面していると、はい、でそのつらに武器を与えるなんていうのはもうありえないっていう考えはね、あの心情的には分からなくはない、心情的にはね。ただ一方で、まあ、今無罪推定ってお話されたけども、それこそまあ、100人の罪人をね、まあ、その放免しようとも一人の向こうの、ね、民を罰することなかれっていうことで近代司法が成り立ってるっていう前提があるから、その権利をじゃあ100人に与えてることで、100人はもしかしたら本当は捕まえられる人が逃れちゃうかもしれないけど、でもそのおかげで一人の
無罪の人、無実の人をね捕まえることを避けられるっていうことが、まあ、一応要諦としてあるというふうに、おそらくこれは、まあ、無罪推定とか推定無罪って教科書にも出てくる話だし、まあ、法学部だったら絶対に1年目に習ってるはずじゃないですか。結局それがなかったってことです。つまり100人捕まえられるなら1人ぐらい無実の人を捕まえるのはしょうがないっていう前提で司法はやっぱり考えてるってことを言われているように聞こえちゃうんだけど、やっぱそうなんですか。これそうです、それは僕も感じました。あの会議出てた、あ、この人たちは要するにそれだって本当に物理的にその数が逃げちゃうから、あ、逃がしちゃったってこの人をあの救えばいいんだって言ってるっていうことより戒めですよね。それぐらい無実の人を罰するってことが重いんだって。で彼らはいやそれはそうだけど逃げた、それも逃がさない方がいいんだって言うんですよ。でもあの格言の後に逃がさない方にいいんだっていう瞬間にもうその格言理解してないってことじゃないですか。そうですね、逃がさない方がいいんだじゃね。だからそれを聞いた瞬間に、うん、あ、この人たちはやっぱり間違い織り込み済みなんだと、うん、で事件騒いたらその中で2つ3つ間違って無実の人さばいちゃって、でもそれはこの社会の治安を守るためには仕方がないんだと思ってるんだ。で実はこれ多くの日本人の中にもそう考える人はいるんだと思うんですよ。だからこそ裁判とか人が人を裁くっていうことの意味についてきちんと考えられる社会にならないと、それがないととてもじゃないけど司法改革なんかできないなっていうのは思いました。すごく大きいところですけどね。まあそのね、100人1人の話は蘇さんの映画の最初に出てくる格言ですけれどもね、ってことはやっぱこれはもう最後は教育とかの問題になっちゃうってことになるんですか。そうするとこの話の最後の結論は、つまり社会がそういうふうに共有しないと、いくらあの上が何であったとしても、社会がいやそんなの100人も捕まるんだったら1人ぐらいいいやと思ってれば、むしろあの放送関係者はそれを体現してくれてるだけってことになっちゃいますよね。なのでそこはもう彼らを批判してもしょうがない。でもその世の中社会一般がそれをやっぱりいや100人で1人でも1人はまずいだろうっていうふうにななってないとすれば、そこはその伝統が日本にはないっていうことになりますから、やっぱり、まあ、教育とかそういうレベルっていうことなのかなと思ったんですけど、そうですね、あの単に学校教育だけではなくて、うん、こういう場でも家庭も含めて、うん、積極的に言わないと、うん、ちょっと ありえない、改革なんてありえないなっていう絶望感はちょっととかありましたね、うんうんうん、あの本当にこれ僕も、ま、真面目に今映画とかドラマを作ってきたその人間として本当にまずいなと思ったのは、ああやったドラマでもあまりにも現実の裁判だとか、いや制度自体だけじゃなくて理念、そういうものをきちんと伝えてきてないんじゃないかって、で実はある有名な小説家が書かれたの小説を、この映画化になるという話があって、その僕はその小説自体は読んでなかったんですけど、そのシナリオを読むと、そもそも裁判とは何かっていうところでとんでもない勘違いをしている。でこういうことを真面目に作ることは逆の教育をしてるんだなっていうね。僕らは一生懸命あのいや 2,3 人あの間違って有罪にしてもしょうがないんですよっていうことを逆に発信してるんじゃないのかって、映画人やドラマ作ってる人は。なんでかというと、裁判とは何かとか、弁護士とは何かとか、裁判官とは何かとか、そういうことをについてなんか間違った発信をしてる。制度とかそういうのはね、ドラマのためにちょっと、ま、あの違うんだよな本当はっていうのとは違って、精神的な意味でね、あの本当こどう考えるかっていう部分でやっぱ作り手すらもなんか深く考えてないっていうか、気づいてないことをいっぱい作り続けてるような気がして、なんか本質的なところですごく反省しなきゃいけないんじゃないのか。なるほど、うん、まあ、理念の部分ですよね。あの最後に1点だけね、ちょっとこれ大きな話になっちゃうので、せっかく蘇さん来ていただいたからぜひ聞きたいんだけど、そこで日本社会がね、そのような、まあ、その100対1だったら、まあ、1人くらいはしょうがないやっていうようなふうに思ってる理由のね、説明の一つとしてよく聞くのが、そのまあなんで100対1なのにその100を許してでも1を絶対にやってない人をさばいちゃいけないのかっていうと、まあそのさばいてる主体がやっぱり国家権力なんだからなんだと。だからその犯罪者がまあ社会にもたらすかもしれないその災いっていうのは、まあそれは大変だけど、まあ知れてると。
国家権力がいざ暴走した場合の災いは誰も抑えることができないので、最後それこそ戦争かなんかになって別の国に抑えてもらう以外にも抑える方法がないと。だからそこがそうである以上100対1であろうが1000対1であろうがやはりこちらの暴走を絶対しないように監視しなきゃいけないということはよく言われるんだけど、日本は効果不効果なのか分かりませんが、国家権力がそれこそあの国民をこう大虐殺するみたいなですね、暴走して、まあ、いわゆるよく言う悲劇の共有というようなことが実際に起きてないので、それに対する警戒心が、要するにお上はそんな悪いことはしないだろうというふうにみんな思ってる。それはむしろさっきの警察の話にもちょっと関係て美徳なんじゃないかと、逆にね、日本はそうなってない、まあ、警戒心が弱いことがいろんなところで問題は出るけど、でもそこまで大きなことになってないじゃないかと。日本はちょっと治安がいいことにも関わるのかもしれないけど、これについてはこれもあの委員としての、 あの法制審議会の委員としての、 あの監督というよりも、まあ、むしろあの映画監督としての総さんにどう思ってるか聞きたかったんだけど、あのだから日本は結構特別なんだっていう、特殊なんだっていうようなことをね、あの言う人もそのアカデミックにもいるし、実際にその司法の関係者なんかでも、そういう人がいると。であの堀田勉さん、あの検察の堀田勉 OB の堀田勉さんにね、じゃあその、まあ、検察が日本の正義を担ってるって平気で言うわけなんですよね。でそれでじゃあその検察が暴走した時っていうのはじゃあどうするんですかっていうことを言った時にね、いやとにかく検察官はそうなってはいけないんですとしか言わないわけですよ。でそれでね、あのでもなるかもしれませんよねって言ったら、要するにその検察は結局もうしっかりと正義感をその十分教育してるからっていうようなことの説明しかなかったので、要するに信用しろってことなんですよね、はい、そこはね、今回の限りもそうでした、うん、最後はでそこがちょっとあの最後どうしても埋まらない溝なのかなと思ったりもしたんですけど、ちょっとその辺のところで最後総さんのお考えを聞ければと思うんですけど、僕はやっぱり日本のいわゆる民主主義って言われるものはもうまだまだ未成熟どころかもう本当の子供で、子っていうものがあのどういうものなのかとか、例えばその人権侵害だなんて口に出しますけど、はい、あれって本当になんか肌で感じて、はい、あこれは自分の人権が侵害されているって どれだけの人が気がつくんだろう、うん、僕らはまだまだその人権侵害だなんていうのは言葉として理解してるだけで肌で感じてないんじゃないのか、だからその何か違うことがあの それはこ自分にとってあのそれはあまりいいことではないっていうことをなんかに鈍感なだけなんじゃないのか、それはやっぱ考え方で、こういう会議もそうですけど、どんなことを通してもそれを本当に肌で感じて学んでいかないと、いつまでたってもこのままで、でこのままでいいじゃないかっていう、そういう考え方は確かにあるんでしょうけど、少なくとも僕はそんな子供ではいたくないっていう、もっとちゃんと成熟した大人になっていきたいと思うので、今回の会議もあの最後あのなんというか駆け引きの世界になってしまいましたけど、もっと高いレベルの会議がやっぱりできるようにならないと恥ずかしいなっていうかね、なんていうかあのやっぱり人間としてどうあるべきかとかすごく大きなところで僕はちょっと我慢できないその自分の未熟さっていうんですか、でそれがねあの今でいう日本のこの平和でのんびりした環境を変えることになったらそんなことは余計なお世話だろうって言うけど、これをよく言うあのネタ子を起こすのじゃないんですけど、でも僕はネタ子のままではやっぱり痛くないっていうのがあるので、ただ結果としてそれがその世界がいいのかどうのかっていうことも含めてそれはもう個人の見方それだけなんですけど、僕はまだまだ日本人は民主主義とか、まあ、人権とか裁判所はね人権を守る最後の砦だと思ってたけど、彼ら自体が人権分かってない、それは人質司法に対しての批判に彼らは全く耳を貸さないどころか、そんな実態はないって言い切るわけですよね、私たちは適切に判断してきましたって、まあ、裁判所が任意性を認めるからあの自白が全部 OK になってるわけですからね、うん、あの傲慢さはちょっとね裁判官こうだからなっていう、もしかしたら日本の裁判所も治安を守るためにあるっていうふうに思ってるんじゃないの、いや実際の横浜地裁の、ね、ホームページ行けばそう書いてあるので、まだ削除されてなければあそこの裁判官が裁判官の仕事は治安を守ることだって言ってらっしゃるので僕は恐ろしくなりましたけど、うん、なるほど、すみません、あともう一回言ってんだけど最後ね、はい、まあ総さんこれであの委員じゃなくなったのでね終わったのでね、その委員会についてもちょっとあの最後で一点だけ聞かせてください、はい、今回は
まあ、確かに民主党政権下でできたまあ、有識者会議でありましたけど、ある種民主党政権下でできたね、その他のその有識者会議、特にその原発関係、エネルギー関係であったことなんだけど、はい、まあ、民主党はやはりその有識者会議とか審議会が結局はまあ官僚の隠れ蓑に使われていて、有識者と言って呼んで、まあ、ちょっと反対者を1人か2人くらい入れて、味付け程度に入れて議論をして出てきたものを、我々はまあ有識者から言われてやってるんですって言いながら、その人事も全部役所が決めてるし、最初から結論ありきだし、しかもそういうのにまあ呼ばれると、まあ学会とか業界とかでもいろいろと箔がついて有利になったりとか、推薦してもらったり、あるいは場合によっては助成金だの補助研究費なんかも取れるっていうような分野もね、厚労省関係なんかであったりとかするし、あと2回以上審議会に呼ばれるとどうも勲章が出るらしいとか、いろいろあるらしいんですよ。で、1回目であんま反対意見言うと後ろから2回目呼ばれなくなりますよってささやく人がいるなんて話はですね、うん、2回出ないとダメなんですよっていう、2回呼ばれないとダメなんですよっていうようなことを言われるなんて話まで、まあ、誠し、まあ、実際そうらしいんですけど、聞かれるくらいのものだったわけですよ。で、それで民主党政権でそれが問題だっていうことになって、まあ、全部ではないんですけど、一部の有識者会議はそれこそその最初のタイトル決めのところから紛糾するなんていうような、特にエネルギー関係なんかではね、最初のアジェンダセッティングのところでももう揉めに揉めて、まあ、飯田哲成さんとか反対派の人がそのかなり、そのしかも専門家でありながら反対派の人が入りましたから、まあ、紛糾する。そうするとね、何が起きたかっていうと2つのことが起きる。1つはもう分裂してしまって、ちょっとさっき総さんがおっしゃったように近い状態だけど、結局はほとんど意味のあるものが出てこない、もしくはなぜか両論兵器の最終答申が出てくるという、ね、結局両論兵器だとこっちしかやらないから、あんま意味なくなっちゃうっていうのが一つと、それがまず起きることのもう一つですね。で、もうそのまだその最終的にまあそういうふうに紛糾すればそのまあいいんだけど、もう一つ起きることは、最終的な結論がまあそれこそ当事者、利害当事者、例えば今回では警察ですけど、到底受け入れられるものではないものが出てくる場合があると、はい、そうすると答申とかは立派なんだけども、運用でもう全然骨抜きって言ったら変ですけど、はい、ダメになっちゃうと。だから結局は そこで頑張ったところで、それこそさっきの総さんじゃないですけど、あのやり方くらいしかない可能性があると。人事でね、例えばもっと反対派入れる、反対派の中でも例えば指宿先生みたいな専門家でありながら可視化しろっていう人を入れたりすれば、もうちょっと厄介なことに多分なったと思うんですよね、うん、その、審議会というかはね、はい、でもその代わりその結果としてじゃあどういうものが出てくるかも、まあ分かったもんじゃない。出てきたとしても今度は現場がおそらくもうサボタージュするみたいなことが起きるっていうのがね、大体国会で決まらないっていう可能性ですね。まあ、国会もそもそも決まらないっていうのも今回の場合はもう一つ壁がありますよね。だからそういうことも含めて言うと、どうも、まあ、あれしかなかったのかなと。でまあ僕は村木さんや総さんがね、まあ、方向性というもう1ミリなのか1センチなのか1本なのか、それはまあ人に評価ですけど、少なくとも矢印はついたということでね、もうよしとしようっていうのは非常に苦渋の判断だと思いますけども、僕もまあ結局それしかないのかもしれないと思いは持ちました。ただどうですか、結局ね、あれは実は法務大臣が選んで、まあ、しかも民主党政権下ですけど、法務大臣が選んで、あのメンバーを選んで決めさせていると。大臣とかっていうのは我々が投票して選んだ、まあ、国会議員からなる総理大臣が決めているものなんで、本来は唯一そこに、まあ、デモクラティックコントロールというものが効くわけなんですよね。でも結果的に役人の、まあ、なんていうんですか、ラバースタンプっていうんですか、言ってきたものをただ入れてるだけで、はい、でおそらく反対派の人誰入れるかっていうとこくらいにちょこっと大臣権限が、はい、まあ、発揮されたんじゃないかなと、はい、村木さんとか入れるのは嫌がったんじゃないかなと僕は思いますけども、うん、その法務省としては、はい、そこはまあ少し江田さんの頑張ったんです、はい、監督もそうかもしれない、嫌がったかもしれない、監督がこういうメディアに出てきていろいろ喋るかもしれないから嫌だなと思ってたかもしれないけど、はい、でもまあここまでですよね、はい、これは、まあ、民主主義時間もかかるって話もさっきされたんだけど、はい、もうちょっとなんとかならないのかなと思うやっぱ僕持つんですね。でやっぱり法務大臣これおかしいだろうと、このメンバーでやったらむしろ皆さん頑張よく5人はよく頑張られたというふうに言わなきゃいけないと、ご苦労さんでした、お疲れさんでしたって言わなきゃいけない状況でも、この内容でじゃあちょっとなっていうところがあるわけです。そこは我々の、まあ、特に見てるこの番組インタビューやこの番組見てる方々の受け止め方としてね、結局大臣が決めたその審議会で、まあ、ある程度頑張ったにせよ結論は見えてたじゃないかっていう言い方ができるでしょ、うん、はい、じゃあやっぱ大臣問題なんじゃないのっていうふうにいくべきだと思うんですけど、そういう話がどっからも聞こえてこないっていうことも含めて、今回の人事や委員会、その実際ご自分が出たいし
特別部会もそうですし、その委員会制度の今の在り方っていうのを含めてですね、ちょっと全体の話をちょっと総さんの考え最後聞かせてください。まあでもこれはだこれも本当民主主義で、一人一人この世界に生きている一人一人が関心を持って真剣に考えなければ、まあ、こんな風に操られていくんだろうなと。だってあの会議に出てる人たちとか、まあ、お役人も随分話をしましたけど、頭いいですからね本当に。で、あの審議会でもこうまとめていく時のその役人の考え方っていうんですかね、あれも後できちんと反論が出ないように、この意見についてはこういう人が何人こういう意見を言ってってちゃんとやって、そこを裏切らないようにその数によってきちんと文章を書き分けていく。だから僕は村木さんのアドバイスによって役人の会議っていうのは、同じ意見があってももしそれに自分が同じだったら必ずそれに私も賛成ですと言って、それから自分の意見を述べないと結果に反映されないって言われて、同じ意見言ったからそれでいいやじゃなくて、同じ意見言っても絶えずそれに重ねて自分の意見言わなきゃいけないですっていう、なるほどこういう会議 その役人なりのルールがあるんだな。そんなのね、会議に参加しないか分かんないですよね、分かんないです、うん、で、あのこの会議がどういうものかっていうのを知っている世の中の人もほとんどいない。で、映画界に至って僕がこの会議に出席して何言ってるかなんて知ってる人はほとんどいない。要するにみんなが無関心だから、あのこういうふうに、まあ、役人が思うようにことが運んでいくんだ。でもそれを本当に肌で感じました。あのただ僕がこの会議を始めるときに、説明してくださった人は、あの確かに監督が考えられるように結論ありきで始まってるんじゃないんですかと、そういう審議会は多いですって正直に言われたんですよ。落としどころはここら辺だなっていうのをつけて、それに合わせて会議は進行していくんだ。でも今回その人のことを信じるには私は落としどころは見えてないんだって言うんですよ。だから監督の言葉で何かが変わるかもしれないし、本当に正直だから期限も決められない。本当はなんとなく2年ぐらいをイメージしてたらしいですけど、それは3年になったんですよね。でやっぱりある時から落としどころはあの会議に出席して、ああいう会議に慣れてる人は見えてきてたのかもしれないんですけど、僕には全く分からなくて、実は終盤に入って日弁連の方から法廷合議事件でどうだっていう案が出たんですね。要するに裁判取締役の録音録画を、裁判員裁判制度だけではなくて法廷合議事件、要するに3人の裁判官によって争う。だからそうするとね、それでも数は 7-8% なんですよ全体の。でもそれでも少ないなと思ったんですけど、でも実は少ないがゆえにこれだったら警察も検察も飲むんじゃないかと、一気に広がるものじゃないかと。でもとんでもなかったですね。終盤になってそんな議論が紛糾するようなアイデアを出すんじゃないっていう、あ、怒りの方がお役人から強かった。 7-8% でもダメですか、うんうん、要するに出したアイデアを出した時間的なもので、もっと前に出せっていう反発がまずあるんですよ。要するにもう裁判で固まりそうなところにそんなアイデア言ってもらっちゃ困るっていう反発を感じるんですよ。その内容が良ければいつ出てきたものだろうとそこから話し合えばいいって思うじゃないですか、素人は。そうじゃないですね、役人の考え方はもうここを落としどころだなと決めて、ある期限が見えたらやっぱそこにまとめたいから、そういう紛糾しそうな意見を出すことすら拒むんですね。まあ、そこに向けていろんな調整をしてる、見えないところの調整をしてきてるんですね。多分彼らは裁判所と検察庁と警察に行って、法務省と全部、日弁連にも行って根回しをしてきて、その中で終盤落ち着きそうになったところに新しい意見が出て、それでなんかそれに対するまあ、不満というかそういうものを感じたわけですよ。その具体的そのアイデアの本質的なところじゃなくて、この時期になんだそれはなってる。おそらく盗聴法でこれ入れますからここをなんとかみたいなことをいろんなところでやってきて、やっと取ったら突然 7-8% なんて言われたらもう全部ひっくり返っちゃうってことですね。そうです、うん、多分そんなことしたら警察が席を立ちますってこう言うわけですよ。だからもうこれ以上そのことについては話してくれるなっていう空気がバンバン来るわけですよね。あれにも参りましたね。僕は何もあと1年かけたって法廷合議事件で話し合ってもよかったんだけど、その法廷合議事件にすることの意味はやっぱりその裁判員裁判をはみ出すっていう、もちろん裁判裁判入りますし、
はみ出すっていうことで僕は意味があるなと思ったんですけど、そこの議論は深まらなかったのはちょっと残念。そしたら角野さんか誰かが新聞に書かれてましたね、最低でも法廷合議事件が欲しかったみたいなことを書かれていて、ああやっぱりそう思う人がいたんだと思って残念でしたね。もうちょっと自由が利く会議ならそういう話し合いもできたのになっていうのは思いますね。もうちょっとまた人数とそれからまあ専門性のある方がこちら側にいれば、最初の落としどころを探る段階でね、向こうはこの辺探ってきてるからこっちはこの辺で、まあ、だからバナナの叩き売りじゃないですけど、1人100円ずつ1人200円ずつって150円くらいで落とすみたいなことができたかもしれないけど、ちょっとわからないですからね。分かんなかった。最初はどこを考えたのかってね。そうです。警察が一体どこまでの向きでいるのか、僕検察はある程度やらざるを得なくなるだろうと思ってたんです。だけど警察がついてこなかったら検察だけっていかないじゃないですか。だから検察では全事件でって言ったのはその意味もあったんですね。どこまで警察が検察についてくるのかっていうのを見たかったんですよね。もう全く話にならなかったですよね。やっぱ印象としては警察がとてもやっぱ抵抗が強かったところですか。強いと思うんです。一番力があるところだと思います。やっぱ力もあるし警察が、はい、で法務省も警察がやらなかったら何も変わらないっていうのがあったので、やっぱ警察にどう飲ませるか、まあ、検察はやっぱさすがにこの部会が始まった経緯を考えればある程度やる覚悟でいたでしょうし、本当に真剣に録音録画を範囲拡大しますって言ったのもそれは正直な気持ちだったと思うんですよ。だからそのやり方でね、いや様々なやり方をって言ったのが、まあ、もう検察も覚悟してないなと思ったんだけど、とりあえず検察はある程度受け入れる体制はできてたと思うので、どこまで警察が飲んでくれるかっていうのがやっぱ最終盤のテーマでした、ね、それはやっぱり今回は検察不祥事を受けてものだったっていうことが その理由ですか。検察のある程度はもう今回しょうがないと思ってたのは、うん、もう地に落ちましたよね、うん、検察はさすがに。だけどその間にPC 遠隔操作事件であるとか、まあ袴田さんの事件であれだけ警察の取り調べが批判されたりとかっていうのがあったので、本当は警察だって当事者なのに、どうもその当事者感覚が警察にはない。さっき言ったようにその PC 遠隔操作事件を例に出したら、いやそういうことについて話し合う会議ではないと思って言われちゃうぐらい警察はやっぱ当事者意識薄かったのかな。なるほど。まあ警察としては今回はそれほど自分たちの権益を失ってないということになるわけですね、今回警察としては。それはでも僕はさっき言ったように実は僕そう思ってたんですけど、実は彼らは裁判対象事件だけでもかなり重いものを背負ったんじゃないのかなって今では思ってるんですよ。もうだから飲んだところはあるんですけど、そんなに簡単なことじゃないと思いますよ。だって今までそんなことやってきてない人たちですからね。まあ、警察レベルの取り調べがそもそも録画されるっていうこと自体が全過程ですよ。すごいですよね。警察のはねすごいですよね。すごいと思いますよ、うん、全過程を録音録画しなければいけないっていうのは僕らが思ってる以上に警察にとってはすごく重い。たとえ 2% だったとしても、うん、でもだってその 2% 絶対終わらないですもん。これは法律で決まってる範囲だから認めますけど、この事件は違うんで録音録画してなくてもそんな食い違いあったって調書取り回すなんて裁判所できないですよ判断。それこそ批判されます、うん、影響されますね当然ね。運用もう本当に今回のは本当に小さな前進かもしれないって言ったのはそうなんですけど、僕裁判所がきちんと運用してくれたらものすごく大きな一歩だと思いますよ。ありの一決になる可能性十分あるわけです、ね、なりますよ。これ裁判所次第だと思ってます僕。裁判官に僕はプレッシャーかけたいですね。本当にここまでやってきて、例えば例外規定だって一体録音録画しなかった時になぜ録音録画しなかったの証明っていうか立証を警察検察はどこまでできるんだ、裁判所次第ですよ。それは認められませんって裁判所が言えるかどうか。だってこの人は録音録画してると供述しにくいんだなって判断した理由をきちんと裁判所に示さなきゃいけないわけですよね。どうやって示すんだろうって、ちょっと僕具体的に想像できないんですけど、その時にその立証に裁判所がどういう判断を下すか、そこで決まっちゃうんじゃないですか。なるほど、なるほど、うん、もう例外だらけの録音録画になるか、厳しい運用をして本当に取り調べの適正化になる、つながるかはもう裁判所次第。じゃあ弾は
一応裁判所の方に投げられたっていう状態になってるってことね。圧倒的そうだと思います。どういう球を返してくるかですね、裁判所がね、はい、うん、ただ痴漢事件は今回は対象じゃない、はい、捜査の映画の映画の対象、これはねここまで行くにはね、もうその人質証があり、それこそ密室で明らかにされない司法取引があり、はいはい、これはもう申し訳ないですね。これどうやって防いだらいいんだろうって、これこそ全事件の録音録画しない限りはありえないことで、深井さん見られてたけど、その後の会見で、あのそれこそ痴漢冤罪事件の、まあ、冤罪というか無罪を勝ち取られた永田さんがやっぱり怒ってられましたね。わかりますよ、うん、いや僕だってこれ会議に参加してなくて今外部にいたらものすごい批判しますよ、この答申はめちゃくちゃ批判してると思う。でそれを分かった上で、批判も大事ですよ、することに意味があるわけですよね。いやありますよ、僕だから、うん、あの本当に開き直ってるわけじゃなくて本当に批判してほしいんですよ、うん、そうすることで裁判所にも検察にもきちんと声が届くと思うんですね、うん、批判も含めて一つの答申だと考えるべきだということですね。そうです、だから僕はもう声を上げてほしいんです、うん、僕自身が批判されてもそれはあの全然答えない。なんでかっていうと多分僕も批判してるだろうと思うんですよね。だけど会議に出した人間としてここで選択する中のベターを選んだっていうふうに理解していただければまあそこまででいいです。だからそのベターが違う結果を生んじゃったらもうそれこそ僕は皆さんに合わす顔ないんですけど、まあ席切って立てはかっこいいけど結局収穫ゼロになるってことですよね、はい、警察は一番それが望ましかったってことですね。だと思いますよね。僕が席立ったら俺見たことかで警察は喜んでベストなシナリオだったのかもしれないですね。かもしれないですよね、うんうんうん、分かんないですか。なるほど、分かりました。でも本当どうもお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。